皆さんは、星のカービィという作品をご存知でしょうか？原作は、1992年4月27日に、任天堂より発売されたゲームボーイのアクションゲームで、さらに、2001年にはこのようにアニメ化もされ、今や、任天堂を代表する世界的キャラクターとなっております。さらに、つい先日、アニメ版星のカービィ、HD リマスター、丸ごとコンプリートボックスが発売され、新作ゲームの星のカービィ Wii Deluxe も、発売から4週続けて1位を記録したりと、破竹の勢いの人気となっております。これに便乗して、私も、カービィで何かチャレンジ的なことをやりたいなぁと思っておりましたところ、速コバをうまく使い波動弾を5回、レーザーを1回当てます。これにより手が出現してから消えるまでの1ターンで撃破が可能になります。これは私もやったことがあるのですが、肉離れを起こして1日ずっと悶絶したことがあり、年齢的にも命を削るゲームになっているので、この闇のゲームはまたいつかやるとして、チャレンジモードの全プラチナ化に挑戦してきましたので、一挙にお見せしていきたいと思います。というわけで一番オーソドックスなソードチャレンジ対戦よろしくお願いします。ソードくんの基本ムーブは、ダッシュ B のドリルソード、ジャンプ B のスピニングソード、上 B の切り上げスラッシュ、からの下 B のメテオエンド、B 長押しの回転切り、を使い回すだけで OK です。ここは RTA を意識して段階を踏んでジャンプしてますが、普通にホバリング連打の方が早いので普通に行きましょう。お次の部屋は、ソードはウィングと違って、スティックの傾きでムーブが暴発するようなことがないので、規定の位置でしっかり技を出せばいいから簡単ですね。スピニングソードで仕掛けを壊してからの切り上げスラッシュ3回コンボで突破。パルスのファルシのルシがコクーンでパージといい勝負してますね。あまり難しそうな言葉を使うなよ。頭が弱く見えるぞ。俺がな、スイッチを押して、ドリルソードの無敵でゴルドを突破します。ここからは画面の通り正解のルートに進んでいくだけです。逆に言うと、ここまで進んだのにもかかわらず初見殺しというわけなんですね。配信中に視聴者から、そっちじゃねえよ、いい加減覚えろよ、と。煽られていた俺の姿はお笑いだったぜ。その気になっていたお前の姿はお笑いだったぜ。黙れ！スイッチを押して隠し扉に入ります。ジャンプして下 B の下突きというそのまんまの名前の技で一気に踏破します。最後のエリアです。かなり安定をとってますが、こんなんでもプラチナが出るのでご安心ください。ダッシュ B のドリルソードで U ターンした方が早いんですが、そんな素振りを一切見せない。俺の姿はお笑いだったぜ。下押しっぱだとカービィちゃんがバウンドしないから、こういうスピランでは重宝されるテクです。最後は B 長押しの回転切りで敵を一掃します。普通プレイかな？ソードチャレンジは一番簡単なのですが、29,650 点以上がプラチナと条件が少し高めなんで、しっかり練習して挑みましょう。順番がめちゃくちゃなんですが、お次ウィングチャレンジやります。開幕的に当たらないようにコインを取るんですが、調子に乗って鬼連打するとほぼ確実に被弾するので、これくらいの連打でいきます。コンドル頭突きからのコンドルダイブ。で下でもコンドル頭突き。シャトルループ。コンドル頭突き。斜めにコンドル頭突きでブロック壊して次の部屋へ。このコンボが決まらないとプラチナはほぼ取れません。明らかにやべえ部屋なんですが、突進技のコンドルダイブ中は無敵なので、それでゴルドーの針地獄を突破します。コイン1枚でも逃すとプラチナ失敗なので、焦らずに確実に取りましょう。下から追い風が吹いてきて針に当てる気満々のギミック。あのさ、コチトラウィングは RTA で死ぬほどやってんだよ。そんなんで被弾するわけねえだろうが。でも本当はここで何度もリセゲーしてたのはないしょ。左スティックをちょっとでも上に傾けるだけで羽ばたいてしまってロスになるので注意。ノールックで正確な角度にスティック倒すのマジムズい。ここがウィングの最難関。気持ちよすぎ。まあ難しいっつうても覚えゲーなんで。ここはさっきも言った、スティックの上が入って羽ばたき暴走が発生しやすいので、スティックを下気味に入れて飛べば大丈夫。コンドル頭突き。敵をトスして持ち上げて、アタック、じゃなくてシャトルループ。もう一丁負けにシャトルループ。シャトルループってストーリー中はほとんど使わないので、ハルケンからの使ってください圧を感じます。ダッシュが切れた状態で、下 B の爆撃落下でスイッチを置くか、でダッシュしてコンドル頭突き。レバーを引いたらコンドル頭突き。真下にコンドルダイブ、でコンドル頭突き。いや気持ちよ。でノージルドバドバしてると火に被弾して大パン案件なんですわ。最後はコンドル頭突きからの真下にコンドルダイブでゴール。やっぱりウィングは気持ちいい。というわけで結果は、28,550 点以上がプラチナなんで、余裕でプラチナゲットしました。
次はウォーターチャレンジのプラチナをやっていきたいと思います。ちなみにストーリーは通常のメインモードです。エクストラじゃない方ね。開幕サーファータックル2回から、ウェディでブロック破壊からのコイン回収。サーファータックルでちょっとした段差なら飛び越えるので、積極的に使って加速します。ゴルドーに被弾しないギリギリを飛んで隠し扉へ。チャレンジモードは1回でも被弾するとプラチナは取れないので注意しましょう。レインボーレインで一気にボタンをします。ここは飛ぶよりジャンプの方が早いです。でもジャンプが高いとロスなので B 連打の方が安定するかも。ウォーターはただダッシュするだけで足に水をまとうので、マグマもダッシュするだけで消化しながら進めます。あとブロックを破壊するだけなら加点はされません。これ私も勘違いしてたので、ブロックは進みたいところのやつだけ壊せば十分です。サーファータックルで敵を一掃してドアイン。ウォーターチャレンジはこのサーファータックルをうまく使えるかどうかで決まります。下 B の噴水ホバーでブロックを壊して、敵を倒しながらコインを回収。噴水ホバーをキープしながら進んで、レインボーレインでマグマブロックを破壊。このレインボーレインもめっちゃ大事です。完結戦。サーファータックル。噴水ホバーで左下に進んで隠し扉を出します。微妙にグダってますがこの程度なら問題ないです。ダッシュさえできれば、マグマの上も走れるウォーターくん。これが、強いんだわ。メインモードの 100% 攻略でも使うムーブなので覚えておきましょう。サーファータックル。噴水ホバーで進みます。噴水ホバー中に左スティックを上下させれば高さを変化できるので、噴水ホバーをしながら壁を越えることができます。ここはサーファータックルで加速すると事故が多発するので、噴水ホバーで行った方が安全です。ここ敵に当たりやすいので注意。しっかり噴水ホバーして高さを稼いでから進みましょう。端までダッシュしてからサーファータックル。サーファータックルを出す位置が大切なエリアですが、たとえちょっと突っかかっても、エクストラのチャレンジモードじゃないので大丈夫。最後グダグダじゃねえか。こんなんでも、27,700点以上ならプラチナです。サーファータックルを使う位置さえ間違えなければ簡単ですね。お次はウィップチャレンジやっていきましょう。RTA のような爽快感のあるムーブはないんですが、壁の中のコインをかすめ取ったり、敵の塊を破壊したりと、ギミック攻略が肝になるチャレンジですね。ここまでは結構普通なんですが、この、下ウェディのパラダイスタイフーンという技を、このようにめちゃめちゃ使います。しかも左右に微調整しながら、慣れちゃえば大雑把にやってもいけますが、最初はこの微調整が難しかったです。天井裏の隠しスイッチを、ウィップチャレンジは隠し要素多すぎるんだよな。男ならもっと正々堂々出てこいやー。パラダイスタイフーンで両サイドのスイッチを動かしながら上昇。最初このムーブに気がつけずに視聴者にずっと、なんで気がつかないの?と煽られていた俺の姿はお笑いだったぜ。しばらく道なりに進みます。で、爆弾を起爆させて、壁の向こうで落ちてくるコインを、エレベーターを起動させて、壁の中にあるコインを、ここからエレベーターの速度が上がります。でも B 連打の100列ウィップがあるので大丈夫。頂上まで上がったら敵は一旦無視してすぐドアに入った方がいいです。流れてくるコインをしてゲットする部屋です。明らかに難しそうですが、この通りウィップにめっちゃ吸着するので簡単。確実にウィップになんか塗ってるだろう。不正はなかった。いいね。ドア入る前の敵を倒してなかったらすぐ倒します。ここら辺攻撃をミスった瞬間終わるのでめっちゃ無事のよ。スイッチをしたら右向いて B 連打。最後にパラダイスタイフーンで敵を一掃して終了。条件は26,200点以上でプラチナです。急がなくていい分、確実性が求められるチャレンジでしたね。お次はハイジャンプやります。マントカービィちゃんかわいい。まあ自分の真顔のお面かぶっているんで、視聴者からサイコパスカービィと呼ばれてるんですけどね。ところで、ハイジャンプチャレンジは最も簡単との噂がありますが、なんでかわかりますか?そう。技が2つしかないからなんですね。なんで、上方向には B を押すだけのハイジャンプ、下方向には下 B のロケットボールで、基本的にこのように技を連発して進んでいくだけです。今は何も見なかった。いいね。2つのスイッチを同時に押すには、下 B のロケットボールをやれば OK 牧場です。ハイジャンプは技を出す瞬間に爆風を出すから、結構火力強いんですよね。あと飛んでいる最中は無敵だし、後半は、ロケットボールで落ちていきます。簡単そうに見えるけど、ここからはコインを取り損ねたら時間をオーロスするんで、ほぼその瞬間終了。ここからはまた上に上がります。なんだろう。めちゃめちゃ楽しいんでもっとコース作ってもらっていいすか?気づいてしまったようだな。ハイジャンプのジャンキーっぷりにゴルドー君が当然干しておりますが、ハイジャンプの無敵で突っ切ります。まあゴルドーだろうがワドルディだろうが、1回でも被弾したらその瞬間終了なんで関係ないんだけどね。危ねえ。今のは危なかった。このカービィ様が死にかけたんだぞ。初めてですよ。ここ。
まで私をコケにしたおバカさんたちはノーなんだろう。さっきから気を抜きすぎなんで、もっと集中してもらっていいっすか。ゴールが見えてきましたけど、スルーして上の隠し扉に入ります。ここがハイジャンプの最難関。おっしゃー、ここで5回くらいリセットしたのは内緒。というわけでハイジャンプのプラチナ条件は3万3000点以上です。道中のタイムロスが痛かったですね。だいぶギリギリでした。お次はボムやりまーす。違う！ボムチャレンジやっていきましょう。ボムを投げてスイッチを押したり、置いて次元爆弾にしたり、ボーリングみたいに敵を倒したり、いろんなギミックがあるので個人的に一番好きなチャレンジですね。その分難易度もぐーんと上がってるので根気強くチャレンジしましょう。ここ好き、ここ好きっていう文化も好き。針の中のスイッチは下 B で爆弾を置けば OK。 あとここも好き。あー気持ちいいんじゃー。やっぱりボムが一番楽しいですね。カービィをやってるという実感を得るんですわ。ここからはタイミングよく投げるよりこのように連打しておくのが吉ですね。自動スクロールなんでコインを1枚でも取り逃したらリセットです。また背景が紫でコインが灰色だから見えづらいのよコインが。これ相手見えづらくしてますよね。ハルケンさんそうですよね。そうってベルトコンベアーに爆弾を置いてスイッチを動かさせます。うん楽しい。あここも好き。あー心がぴょんぴょんするんじゃー。ここからの自動スクロールもタイミングよく投げるより連射させた方が楽ですね。上 B で上向きに爆弾を投げることができます。たとえ直接仕掛けに爆弾が当たらなくても爆発した時の爆風で仕掛けが作動するのでめっちゃ楽なんですよね。隠す気が全くない隠し扉に入ります。ここはスイッチを作動させるとドアが開く仕掛けなんですが、爆弾をたくさん置いてずっと爆破させとけばドアが開いたままになるので楽ちんです。あとはウィニングランですね。安全のために遠くから爆弾を投げて巻き込まれないように敵を倒しましょう。あここも好き。最後の大きいワドルディはギリギリのところから爆弾を置いて落とせば大丈夫。ここピンクの悪魔感が出てていいですね。ワドルディからしたらたまったもんじゃないけど容赦ない。カービィちゃんも可愛い。ボムチャレンジは2万6200点以上がプラチナ条件です。ギミックが多くて覚えるのが大変なんですが、慣れるとめっちゃ楽しいのでまたやりたいですね。お次は、アーマーやります。アーマーの技は、横文字の専門用語がたくさんあるので、なるべくわかりやすいように実況していきますね。ダッシュ B のインパルスナックルからの、下 B 長押し離すのクイックフルチャージブラスターで敵を一掃します。上 B の打ち上げファイアで氷を溶かします。基本移動は空中で A のホバーフライトで高速移動します。大体こんな感じですね。インパルスナックルからのクイックフルチャージブラスターでホバーフライトからの打ち上げファイアと覚えておけば大丈夫です。B 中ためのチャージブラスターで横並びの敵を一掃します。インパルスナックルからのクイックフルチャージブラスターでもいいんですが、敵が少なければ、中ためのチャージブラスターで十分です。打ち上げファイアで両サイドのスイッチを押すと、上のコインが降ってくるので全部回収します。ダイブがバガバですが、アーマーは、ホバリング移動がホバーフライトという高速移動になっているので、多少のミスは問題ありません。逆に言うと、高速移動ができる分ステージも長いので、最初は何度もミスって、ステージ全体の構造を覚えるところから始めましょう。ここからは、ホバーフライト中にブラスターキャノン、つまり、A を押しながらの B という、ちょっとだけ高等テクニックが必要です。今の爆弾投下は、空中で下 B の電撃トラップ、後でまた使うので、しっかり覚えておきましょう。ゴルドーに当たらないように、ホバーフライトの高速上昇で突破します。どのチャレンジもゴール前の隠し扉が難しいんだわ。ここは、左端で電撃トラップを置くと、いいタイミングで爆発して扉が開くので、その隙にコインを取りましょう。コインを取りましょう。あのさ、このガバは今世紀最大のガバ。二度とこんなガバはお目にかかれないぞ。ラストランです。コインを信じて進みましょう。ホバーフライトからのブラスターキャノン、奥の敵はコインを取りながらフルチャージブラスターで一掃します。パルスのファルシのルシがパージで黒雲よりも簡単に覚えられるので、インパルスナックルからのクイックフルチャージブラスターでホバーフライトで打ち上げファイアからの電撃トラップでブラスターキャノンと覚えましょう。2万9500点以上でプラチナ、クソガバがあったんでギリギリでしたね。お次はサンドやります。チャレンジモードの中で最も難しいと言われてたりしますが、覚えゲーなんで大丈夫です。ジャンプしながら上 B のデザートストームで敵を倒しながら進んで少しでもショートカットします。下 B のサンドクラッシャーでブロックを破壊してコイン回収。こいつ能力の数が桁違いすぎる。スライディングはただのスライディングじゃなくて無敵効果が付与されているので、マグマの上をスライディングで突破できたりします。サ
サンドといえば、チタウェディのサンドキャッスル、砂の城を建造して、敵に当てると多段ヒットさせることができるチート能力です。ここら辺は、スライディングするだけなんで簡単ですね。それにしてもサンドは強いですよね。攻撃は、サンドキャッスルの多段ヒットが高火力で、防御は、当たり判定自体が消える無敵技で、とりあえずサンド使っときゃ 100% クリアできるんで本当にすごい。落下モーション中は敵を攻撃するのでそれを利用します。空中下 B のサンドボールで攻撃しても OK です。距離がない時はとりあえずサンドボールをやっておきゃ大丈夫。ウェディのデザートストーム。スライディングからのデザートストーム。B を押すだけのサンドウェーブでボタンを置か。こいつ、能力の数が桁違いすぎる。防御の無敵。防御中に B のサンド完結戦で上にハイジャンプ。こいつ、能力の数が桁違いす。最後の関門です。コインの方向にスティックを入れながら、防御 B のサンド完結戦で、ハイジャンプしながら登っていきます。砂の能力でハイジャンプとか、どういう発想すればこんなムーブを思いつくんだよ、天才かよ。あとは、爆弾の位置をめがけてサンド完結戦で。終了。25,500点以上でプラチナで50点とか奇跡すぎるだろう。最後はキャリーチャレンジやります。ノーマルのカービィちゃんのモードですね。ノーマルなんで、特殊な技を使うことはなく、このように、ステージギミックアイテムを駆使する系のチャレンジですね。なんで、ごった解説とかはないので、見たまんまのムーブが解説でございます。見て覚えてくれ。こういう、ステージギミックアイテムを、特回引っかえで進んでいくのが、スーパードンキーコング2の、アニマルランドを思い出すのは私だけでしょうか。この杭を踏んだら靴の出番は終わり、速攻で脱ぎ捨てて、大砲を持っていきます。大砲を持っている間はホバリングできないので、時間をかけてもいいから確実に対処しましょう。ここからエレベーターエリアです。上りはいいんですが、降りるときは敵に近づいてしゃがむといい感じに安定します。こんな感じね。またエレベーターなんで同じように対処します。敵に近づいてしゃがんで待機。上のブロックを壊したら上にあるドアに入ります。キャリーチャレンジは、一番頭を使うって、それ一番言われてるから、鍵を持ったワドルディの亜種みたいなやつをうまく誘導して、二つあるドアを解放させます。コインを回収したら急いで戻りましょう。戻ったら速攻でドア入るの好き。このエリアは、上にシールドを貼るラッパみたいなのを持って進みます。敵は全部倒す。コインは全部取る。被弾してはいけない。これがプラチナ条件ですが、ただ進むだけでそれが達成されるこのアイテム。気持ちよすぎだろ。真ん中を狙うように進むと綺麗に突破できます。頑張り吸い込みして吐き出して、隠し扉に入ります。謎解きギミック、見たまんまなので、見て覚えてくれ。ちょっとこのギミック、ゼルダっぽくて好き。またさっきの靴を履いて進みます。今度はマグマの上を渡ります。このマグマジャンプは必須ではないんですが、キャリーチャレンジは本当に時間がないので、余裕があればやっておきましょう。ここら辺は本当にたまんまです。最後に、このトゲトゲボールからジャンプしてコインを回収するところが難しいです。ここね。これでゴールと思いきや、まだ扉があります。もう残ってるステージギミックアイテムってなかったよね。何かあったっけ？あ、そうだ、次元爆弾くんがあったじゃないか。次元爆弾なんで、爆発のタイミングをミスったら終わりです。なんで、早すぎてもダメなんですけど、これくらいのペースで登ればいい感じで爆発してくれます。はい、OK! ここのコイン取り損ねたら、タイムロスでプラチナ逃すので注意しておきましょう。最後、ゴールが見えないの意地悪すぎやしねえか。キャリーチャレンジは、44,150点以上でプラチナです。完璧だと思ったのにギリギリなんですわこれ。というわけで、今回の動画はここら辺で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。